今日、大山町の道の駅。山陰道のインターチェンジ近くにあり、盆休みを控え、駐車場では県外ナンバーも目立ちます。東京から行楽で今来てます。やっぱりガソリン代が高いので、ちょっと、まあ、車での移動距離についてはちょっと考えちゃいますね。帰省に観光にとマイカー利用が増えるこの時期、気になるのがガソリン価格です。今日発表されたレギュラーガソリン1リットル当たりの小売価格は全国平均で12週連続の値上がり。2008年8月以来15年ぶりの高値水準。両県でも高値が続いています。すごい高くなったなと思います。もうどうしてもちょっと高いけど、普段通り給油しないとなかなかやらないといけないことはやらないといけないので、あ、高いねって。それで満タンの給油をやめられて、10リッターとかあと1000円とか定額とかで給油される方も中にはございますね。こうした中、遠出を計画するドライバーからはこんな声も。すごい山陰道は対応しますね。米子道じゃなくて山陰道でとか、有料区間じゃなくてなんか無料区間で、まあ、ガソリンも高いのでできるだけコストを抑えれるように意識してます。関西方面に向かうドライバー、有料の米子道ではなく無料の山陰道、鳥取道を経由。かさんだガソリン代を高速道路の通行料金を抑えて補うつもりです。米子から大阪へ行く場合、距離と所要時間は伸びますが、2000円以上の節約になります。節約といえば運転する時の一工夫も。車のプロに聞きました。発進時ですね、こちらがですね、燃料を消費する割合が一番高いというふうなデータが出ておりますので、ふんわりアクセルということで。ガソリン車の場合、燃料を最も消費するのが発進時。優しいふんわりアクセルを心がけることで燃費効率が改善し、節約につながるといいます。さらに、時速0キロから20キロにスピードを上げるのに約5秒ぐらいですね、かけてふんわりとアクセルを踏みながら加速をしていただきたいと思います。無駄な加速・減速をせず、停車位置を見越して早めに加速を抑えるなど、アクセルワークも燃費向上のポイントだということです。ガソリン価格の高騰が続く中、ドライバーの優しい運転も有効な節約術になりそうです。